私は、まあ、大きく分けて3つに分かれてまして、まずはちょっと、自己紹介をさせていただいて、で、その後ですね、まあ、もう一度ちょっと簡単に最近のオイストの、話をさせていただこうと思ってます。で、3つ目の話として、じゃあそこで先ほどの話があったそのイノベーションに結びつく、どんな活動をオイストの中で行っているのかという、そういう3部作で、話をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ですね、まずはじゃあ自己紹介からお話します。私、今、紹介ありました、オイストの、技術開発イノベーション実はセンターっていうポジションもありまして、そこで、シニアマネージャーをやっておりますが、まあ、ここまで、実は長い道のりがありまして、私出身は長野県です。もう本当に長野の山奥ですね。この写真があるのは、これ実は浅間山っていう山なんですけど、これ死火山ではなくて、今でも時々噴火してたりとかして、結構活発な火山なんですけど、その火山の麓にある本当に高原ですね。周りはですね、これ手前にあるのこれ何かというと、これは白菜ではなくてキャベツなんですね。まあ、高原野菜としてキャベツが非常によく取れるという、まあ、そういった空気のきれいさはどこにも負けないという環境で育ってまいりました。で、まあ、長野の、県立、野沢北高校というところを卒業しておりまして、くしくもの工藤さんのお母さんと同じ高校だったということが最近は判明したので驚いてました。ですね、まあ、その高校を出てですね、一浪をして、東大の理科二類に、入学しました。で、そこから、教養学部の基礎科学科っていうところを卒業して、で、そのまま大学院、理学系大学院、相関理化学っていうところに、進学したんですね。で、すいません、これ行き過ぎだ。ですね、で、そのままですね、実は私、東大の助手に就職したんですが、ですね、ここで、はたと思ったんですね。私、やっぱり長野の山奥から出てきたときに、大志を抱いて、もう世界を見ようって言って、東京に出たんですね。で、実は浪人も、河合塾駒場校って言って、駒場にあるんですね。で、東大って、最初入学すると全員駒場です。で、その後、教養学部基礎科学科っていうのも駒場にあるんですね。で、実はその駒場にある、理学系大学院に進学して、で、おまけにその後、駒場にある教養学部の、教員になったということで、世界を見てみようと思って上京したのがですね、12年間、全く同じ町に住むことになって、で、やっぱりまあ、古い大学の制度なんで、そのまんまですね、いわゆるエスカレーターに乗って、まあ、このまま大学教授になったら、結局私は約40何年間ですね、一箇所、世界どこも見ずに終わるのかなと思ったときに、がぜんとして、もう、これは、いかんと思って、実は、大学を辞めましたね。で、まあ、ある意味、武者修行に出たんですが、その最初の行き先がですね、スイスでした。で、バーゼルっていう都市で、そこに、今は、ノバルディスって言って、有名な製薬会社なんですけど、当時、千葉会議っていう名前の会社だったんですが、そこの、フリードリヒ・ミンヒャー・インスティテュートって言って、この、ですね、製薬会社なんですけど、基礎科学を、まさにその好奇心をもとに研究をする、そういう珍しい研究所があって、そこに移籍したんですね。で、そこで約4年間、バーゼルって皆さんご存知かどうか分かんないんですけど、スイスの、実はフランスと、ドイツの国境に挟まれている都市でして、かつ、ライン川のほとりなんですね。非常に地の利もいいし、住みやすい土地だったんですね。で、そこに4年間ほど研究員として研究を続けて、まあ、研究分野は私はもともとずっと植物なんですが、植物の分子生物学ですかね、そういった研究を行ってました。で、その後ですね、もうしばらくちょっと修行を続けようということで、実はそのライン川そのまんま下流に移動した先にある都市がケルンっていう都市なんですが、それはドイツなんですね、その下にあります。で、そこのドイツ、ケルンにあるマックス・プランク育種研究所というところで、また4年間研究しました。で、実はケルンっていうのもですね、非常にそのバージルに似ててですね、車で1日2時間ほど行くとですね、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランスと、本当にちょっと足を伸ばせばそのままドーバー海峡を渡ってイギリスに行けるんですね。
日帰りで本当にヨーロッパの主要国が行けるようなすごく楽しいところで、まあ、でも研究生活を続けてました。で、日本に帰ってきて最初に、まあ、活動し始めたのが理化学研究所です。まあ、理化学研究所っていうのは非常にそのマックス・プランク研究所とその立ち位置が似てまして、まあ、国立で、まあ、本当に基礎研究、まさに先ほどの話がありました、まあ、こう好奇心をもとにこう研究を続けているようなそういった研究機関なんですが、そこの最初はですね、ゲノム科学の研究で、スタートしまして、その後植物科学研究センターっていうところに移りました。で、実はこの時に自分の特許をもとに、まあ、いわゆる理研ベンチャーといってですね、スタートアップを設立したんですね。で、まあ、理研はそういうその理研ベンチャーという制度があるので、理研の研究員をやりながら同時にその会社をこう、運営できるという、そういう制度があったので、それを利用して会社を作って、で、まあまあ、自分も出資をして、でそこの、CTO ですね、技術、顧問になっていました。で、その後で理研、まあ、9年間理研でそんなことをやってたんですけど、筑波大学の方に移りまして、そこで教員を、実はここはもう本当に1年ちょっとで終わりで、理由はですね、沖縄にものすごく面白いプロジェクトが立ち上がったということで、ちょっと声がかかってですね、いや、それは素晴らしいと、いろいろ話を聞いたらですね、本当に世界中から科学者を呼んできて、実験のようなことをするので、ぜひ一緒にやらないかって声がかかって、で、こちらに移ってきたのが2010年になります。なので、もうかれこれ12年前ですよね。で、まあ、来た当時はまだ大学はできてなくて、大学の前身の機関でしたので、まあ、そこに移籍したというのが、まあ、私が沖縄にたどり着いた、経緯になっております。さて、それではですね、工藤さんからもお話がありましたが、ご質問の説明をもう少し詳しくしたいと思いますが、まず最初に一言、お伝えしたいのがですね、オイストは、まあ、国立大学と大体同じように、まあ、財源の多くは、まあ、税金によって賄われているんですが、実は私立大学なんですね。なので、その官製の私立大学という非常に珍しい立ち位置です。で、理由はですね、まあ、これまでなかなか国立大学でできなかったようなことをいろいろこうできる、ある意味そういった自由度を持たせて、だけどやっぱりこの、まあ、向かう方向はもう非常にその、ことをやるっていうのをターゲットして、その後ほど話しますが、で、できることを何でもやってみましょうっていう、できることってのはどういうことかっていうと、まあ、日本の、法律の下で、どれだけその、グローバルスタンダードに大学を運営できるかという、そういうある試みをしてみましょうということでできた大学なんですね。なので、非常にそういう意味ではユニークです。ですので、グローバルスタンダード、当然、公用語は英語になりますね。で、もう一つの特徴は、先生と学生の比率が非常にその、まあ、先生の数が多い、まあ、原則として大体先生3人に、あ、すみません、学生3人に対して先生1人で、目指すところはもちろんその国際的にもう本当に光った研究教育を行うっていうのと、まあ、で、ひいてはそれをもとに沖縄の経済発展に貢献する、そういう目論見で作られた大学です。で、これもう実は2001年、こんな21年も前に実は構想が立ち上がってまして、で、先ほど言いましたように、その前身の、機関ができたのが2005年になります。で、私が合流したのがこの2010年ですね。ちょうどその大学の認可申請をする準備に実は私参加してですね、大学になったのが2011年ですね。で、まあ、学長がこの間2度、2人ほど変わりまして、初代の学長はスタンフォード大学の研究所長をされてた方、今はマックス・プランクの、協会の会長された方、それぞれ、就任されて、今も、どんどんその大学の、拡充、それから、まあ、研究活動を推進している最中です。で、先ほども言いました、オイストのミッションは何かっていうと、研究教育、これはもう大体どの大学でも同じなんですが、もう一つ、イノベーションっていうのが一つの大きなテーマになります。で、実はそれが今日の本日の話題、じゃあどうやってイノベーションっていうのを起こすんだろうという話ですね。で、まあ、
そういう大きな3つの柱を我々立ち上げているので、まあ、当然そのイノベーションに向けたいろんな活動をしている。それが3つ目のお話になりますが、ちょっとその前にもう少し大学の話をします。先生たちがすごくやっぱり優秀です。例えばですね、これ2018年の採用なんですが、最終的には18名の先生を取ったんですが、実際に応募1500以上ありまして、でそれもほとんどが海外の非常に優秀な研究者からの応募、研究者どころではなくて本当にあの著名なもう教員 の先生なんかからの応募も十分ありました。で実際にですね、どのくらいその中での研究がこうかつ評価されているのかっていうのを、実はネイチャーという有名な雑誌があってですね、そこが世界中にはいろんな大学があって、その大学の大きさによってこうやっぱり当然インパクトってまちまちなんですが、じゃあその大きさを一体気にせず、その、まあ、ある意味その大きさあるいは人数ですね、人数単位でどのくらいのその活躍がされ、まあ、要するに論文がこう引用されてるかっていうのをこう単純に計算した、そういったランキングをですね、新しく作ったところ、こういう人がですね、世界で9位、で国内でもトップになったっていう、それが2019年ですが、もうすぐ、新しいインデックス、最近のインデックスが出るんですけど、もしかするともう少し順位が上がりそうだという噂を聞いております。非常に優秀な先生たちが集まってきます。で研究分野なんですけど、これ一応その言葉としては分野があるんですが、実はですね、ここにおいしのユニークなところで、大学院としての専攻分野は1個しかないんですね。自然科学専攻っていう1つの専攻だけを設けて、そこにまああらゆるいわゆる自然科学の分野を全部その入れてしまう。理由はですね、やっぱりその何々専攻、例えば化学専攻、物理専攻ってやってしまうと、結局その専攻の枠から出た仕事はなかなかしなくなってしまうというのは、これやっぱり人の差がなので、そういった専攻を設けずに、できるだけ積極的にそういったその境界をまたぐ研究教育を行えるようなさまざまな仕組みを作るというのが大きな目標にもなっているので、で実はこれってイノベーションの話とも非常に結びついているんですね。イノベーションを起こすにはやっぱりそのできるだけその囚われないってことがすごく大事になってくるので、教育研究の仕組みもそういうのを意識した、いろんな、仕組みを作っています。で、学生さんはですね、今、まあ、もう300名弱の学生さんですね。でもう本当に世界中、まあ、43カ国っていうこれ数字があるんですが、で例えばその60人の枠に対して1000人、200人くらいの応募があると、まあ、ここも非常に競争の倍率の高い非常に優秀な学生さんが今入学してきてます。でこれが数時計なんですけど、学生の約 83%、 それから教員の 63% がですね、外国籍ですね。でその出身国に関しても、もう本当に世界中です。特定の例えばアジアの国とか近隣国には全くその偏ってなくて、本当に世界中から、集まってきてるっていう、もう本当に国連のような組織ですね。まあ、教員だけじゃなくて、実はそこで働いているいわゆるポスドクですね、研究ユニットのスタッフに関しても、実は半分以上は外国人なので、非常に外国人が多いというのはやっぱり大きな特徴です。で、さて、3つ目の話題、イノベーションの話にこれから移ります。で、ですね、まあ、我々が所属しているそのセンターではですね、まあ、主にこの4つの仕事をしています。で、目指すところは、やはり先ほど冒頭にもありましたように、この沖縄にですね、国際的なイノベーションハブを作りたい、これがもう本当の大きな目標になっています。じゃあそのためにどういった、準備が必要かということで、まあ我々が4つに分けた仕事を行っている、そんなふうに捉えていただけると思います。で一番大事なのは、まずはその発明の発掘と、それの、まあ、知財の管理、それから移転ですね、いわゆる、まあ、特許を取って、それを、実用化していく、そういう仕事で、その次にあるのが、まあ、これももうちょっと後でお話ししますが、概念書の POC っていうプログラムです。これはどういうことかっていうと、まあ、発明ができただけでは、なかなか実は商品化まではほとんど通って実用化は難しい。で実用化ができなかったらインパクトは社会には与えられないわけですね。なのでその、間をね、どうやってこう大学がじゃあサポートしましょうかということで出来上がっているのがこの、POC 研究という研究です。
こういった研究活動も行っているのと、それからもう一つ非常に大事なのが、いわゆる大学発ベンチャーですね。まあ、最近ですともうスタートアップっていう言葉がもちろん一般的になっているんですが、そういうその大学発の技術、あるいは大学周辺の技術をもとに起業する人たちの育成とそのサポートですね。で、最後はですね、このエコシステム、先ほど言いましたそのイノベーションハブに欠かせないのがこのエコシステムです。で、これも後ほど詳しくお話ししたいと思います。で、こういった活動をもう少し具体的に見てみて、もう少し別の角度から見てみると、じゃあこういった活動がこう実を結んだらどういうその、役割っていうのがこうできてくるのかということで、ここに5つの、大きなプレイヤーですね、オイストとオイストの周りにあるプレイヤーっていうのが、現れてきて、そことのいろんな活動が、出てきてます。で、まずはやっぱり規制緩和をして、ここにいろんな新しいビジネスが、こうどんどん育っていくようなそういった、土壌を作ろうというのがまず一つ。それから今度は、一番上ですね、既存の民間企業さんとの、積極的な、協業というのが必要になってきます。でもう一つ先ほども言ったそのスタートアップを、育成するために、人、物、金ですね。人、当然その、一番大事な要素なんですが、それ以外に物、場所ですね、インキュベーションスペースが必要だと。で、最後に残るのが課題がやっぱりお金なので、そのいわゆるベンチャーキャピタルを呼んでくる。こういったその、さまざまな、協力体とのネットワークを作って、まあ、そういったこのエコシステムみたいなものをどんどん、大きくしながら、ここにイノベーションハブを作っていこうというのが我々のビジョンです。もうちょっと具体的に見ていきます。先生は今だいたい84名、研究者は600名弱、国は60カ国で、本当に、ですね、尖った研究してますね。なかなかその、聞いたことない研究が多いです。で、惜しむらくは、まだその、先生の数が少ないので、その層の薄さっていうのがやっぱり今後の課題になってはいるんですが、やはりその、やられてる研究の特色、その、他では類を見ないっていう、そういう性質はすごく、していると考えています。で、テクノロジーですが、これはですね、そのあくまでもその、好奇心を大事にしている研究機関であるんだけど、その中でも、まあ、応用の目が出てきている研究に関しては積極的に我々も投資をしてますので、投資っていうのはその研究開発のサポートをしてますので、そういう先ほど言った POC プログラムに参加してきている先生の数が今だいたい約3分の1で、実際にまあこれまでそういったプロジェクトに関わった、まあ技術が約50種類ぐらいの技術がもう生まれてきています。で、もう一つ、ですね、先ほどからも何度も言ってますように、やはりまだオイストは先生が80人くらいしかいないというか、他の大学に比べるとまだ小さいです。ですので、なかなかそのオイスト発の技術だけでこのエコシステムを大きくしていこうというのはすごく難しいので、今実はオイストの外にある技術、オイストの外にいる人を沖縄に呼んできて、このオイストの周りで、スタートアップの準備をしてもらう、企業の準備をしてもらうという、そういうプログラムがあってですね、これは実は沖縄県さんにもスポンサーをしていただいて共同して進めているプロジェクトなんですけど、スタートアップアクセレータープログラムというのがあります。で、これはもう実際に世界中のそういったその沖縄で起業したいという人を、厳選して呼んできて、で1年間ですね、その、設立企業を、設立するためのいろんなサポートですね、まあ、先ほど言いましたとまさにその、そういったスタートアップがこう生きていけるためのいろんなそのサービスを我々が提供しながら一緒に会社を作っていって、でその会社をさらに成長させていく。でもう実際に、設立して、で資金調達も成功しているベンチャーが、何社か出てきております。こういったプログラムとか、それからですね、先ほど最後にあります、大事なのがやっぱりそのお金ですね。で実際にそういったスタートアップをこうサポートしていくための財源として、今いわゆる VC ベンチャーキャピタルとのネットワークを非常に今厚くしています。でもうすでに、5億円のベンチャーキャピタルファンドが今オイストにぶら下がってますが、実は来年度ですね、50億円の新しいそういったスタートアップ用のベンチャーファンドを、設立する予定です。
今その準備をして進めている最中です。まあ、こういったことをしながら今一生懸命ですね、OIST に国際的なイノベーションハブを作っていきたいというので、我々が今汗をかいているところです。以上になります。もし何かご質問とか問い合わせがありましたらですね、このぜひイノベーションアット OIST.jp のご連絡いただければ、幸いです。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、市川さんありがとうございました。それではですね、続きまして、お二人目ゲストの、琉球大学の、玉木恵美さんにご紹介をお願いしたいと思います。それでは玉木さん、よろしくお願いします。自己紹介スライドを画面共有いたします。そうですね、15分ぐらいでさらさらと話していきます。はい、はじめまして、こんにちは、玉木です。聞こえておりますでしょうか。あ、聞こえて、ありがとうございます。はい、私はですね、体験を共有するっていうところに注目して、研究をして起業もしてる一研究者兼起業家です。で、まあ、どう、まあ、人間いろんな体験やってるんですけど、まあ、いろんなその時代時代のテクノロジーで体験共有しようって一生懸命やっていて、江戸時代ですらそうですし、もっともっと前の時代もその当時 その最先端のテクノロジーを使って体験共有してます。で、今だと今やってるテレビ会議だったりだとか、まあ、YouTube とか TikTok とかいろんなものを使って体験共有してるんですけど、まあ、視聴覚情報、見るとか聞くっていう情報しか、まあ、体験共有に今使われていないので、もうちょっと先のそのもっと主体的に体を動かしていくとか、主体的にこう重さとかを感じたり、こう物の抵抗感とかを感じたりするっていう、そういう固有感覚、まあ、別名深部で、体の深部で感じる感覚っていうのを共有して、こう遠隔地にあるものを動かしてみたりだとか、遠隔地で山登りした感覚とか、まあ、いろんな感覚を共有していこうと、まあ、特に私の場合固有感覚っていう感覚を共有していこうというふうに考えているものです。今ね、私と皆さんが共有しているのは視覚と聴覚情報のみです。で、さっきから実は私のうちの文鳥がバンバン飛んでるんですけど、文鳥の重さとかはね、私が文鳥を持ってても皆さんには伝えられないんですけど、まあ、文鳥の重さとかまで皆さんに伝えられたらなっていうふうに思ってます、ね。ということで、この固有感覚を共有することをボディシェアリングって呼んでるんですね。一応文鳥来るかな、これで文鳥に来てくれたんですけど、後で来ると思います。で、普通はなんかこうロボットを感覚共有するって言ったらロボットを制御して工場のとか思うんですよ。そうじゃなく、それだけじゃなくて、まあ、楽器演奏した感覚であったりだとか、あ、文鳥来ましたね、来ましたね、これどのぐらい重いかね、皆さん伝わらないですね。これ伝えたいっていう、25g ぐらい、あ、27g ぐらいです、この子は。伝わらないですね。料理してるときにこうどういうふうにフライパンを振ったらいいかとか、教育してるときとか、まあ、これボルダリングしてるときとか、まあ、これはパドルですね、パドルってスポーツですね。で、また他にもエクササイズとかね、なかなか画面では共有できない、音声とかだけでは共有できない情報ってたくさんあるんですね。どのぐらい疲れてるかとか、どのぐらい体を腕を上に上げたらいいってわからないですよね。で、まあ、そのいろんな体験が地球上に、もしくはそのメタバースとかバーチャルと呼ばれる世界の中にあるんですけど、それを体験共有するためにコンピューター側からその人間の体を電気刺激でこれ動かしたりしてます。これ被験者さん脱力した状態で体を動かしてます。で、他にもそのセンシングの部分、人間がどういうふうに体を動かしてどういうふうに力を入れてるかっていうのを、センシングしてコンピューターに入れるっていう、コンピューターの中だとバーチャルの世界だったりとか、まあ、最近だとメタバースの世界に入れるっていうこと、まあ、センシングとアクチュエーション、これセンサーですね、両方やってる。センサーで、データ取ったり、逆にコンピューター側から電気刺激与えて人間にこのぐらいの重さですよとか、こんな風に指曲げてくださいねっていうのを伝えてます。さて、ちょっとこれ飛ばします、ね。沖縄だとこう東村の、実はこれ火薬体験を、バーチャルで共有できたりとか、あとは他にもプールで体験共有したりとかいろいろやってます。じゃあ、まあ、今までのこう言語とか聴覚とか視覚情報と
固有感覚の共有ってどういうのが違うのかっていうのをちょっと見てもらいましょう。あ、待ってください。ちょっと音声これもしかしたら共有されてないかもしれないですね。ちょっともう一回共有し直します。ね、なんか、これ大丈夫だ。これで皆さんにも音が聞こえるように。ちょっとカヤック体験見てみましょう。カヤックで、言語情報を、カヤック体験を言語情報で伝えるとしたら、今日は膝側のマングローブでカヤック体験をしてみましたみたいな言語で日記みたいに伝えますよね。これ聴覚で伝えるとどうなるでしょうか。聞こえますかね。のパドルを漕いでリズムとかタイミングとか環境音までちょっと取り巻いてるみたいな音まで聞こえると思います。で、視覚情報だとこんな感じですね。あ、なるほどって、こんな風に漕ぐんだなみたいな。これちょっとあの平側ではないんですけど、で今度じゃあ固有感覚ここに加わるとこんな感じ、この入れた瞬間にグッてきますねそれで水の抵抗の感覚を提示するような感覚すごいですね。動画もその漕ぐとあの前の人たちも漕いでくれて、そうです。こんな感じであの主体的に自分が体を動かして、その結果フィードバック、まあ、映像、視聴覚映像とかも返ってくるし、こういう感覚も返ってくる。水の重さとかあのパドルの抵抗感とかも返ってくるっていう、臨場感とか没入感っていう感覚が一気に上がるんですね。で、まあまあこういうボディシェアリングっていう技術なんですけど、これをじゃあビジネスに持っていくっていうところまでをやってるのが私の研究と、あとビジネスの分野です。ちなみになんですけど、あの研究からあの市川先生 の、 その発表でもあったんですけれども、研究からビジネスに持っていくって一通りをその包括してやってる研究機関ってほぼ日本ではほとんどないんですね。コミュニティであるんですよ。東京都とかは、本当東京都ぐらいしかないですけど、東京都とかそういうところだとあのベンチャーキャピタル投資会社がいっぱいあって、基礎研究機関もいっぱいあってみたいな感じで、基礎研究から投資までビジネスまで持っていくっていうところができてるんですけど、じゃあ地方の研究施設でそれができてるかっていうと日本ではなかなかなくてですね、結構大変で、あの基礎研究応用研究がつながってる研究所があればもうすごいねって言われて終わるぐらいで、でオイストはあの基礎研究から応用研究までつながってるので、もうそれだけですごい、そりゃすごいってなるんですけど、研究者の立場から見ても。でそこでその今度はあのベンチャーキャピタルもどんどん誘致して、あの研究からビジネスに持っていくってなると、まあ、一つの研究機関で東京都ぐらい の、 あのフローを作っていくっていうところですごい大変なところだと思いますが、私自身もその研究からビジネスまであの個人の立場として実施しています。で、この時に、ね、よく使われるのはテクノロジーレディネスレベル、 TRL ってレベルが使われるんですけど、私は 1から9までやってるって言いたいんですけどね、なんかもしかしたら2、3ぐらいから9までやってます。で、まあ、そもそも私がやってるその固有感覚の共有っていうのはあの研究分野が全然なくてですね、もうないやあるんですけどほとんどなかったんですね。あの基礎心理学とかであったんですけど、あの、まあ、基礎心理学でもあんまり発達してなくて、基礎心理学でね 1,2 番に発達してるのは視覚心理学とかが発達してるんですけど、固有感覚とかは、ね、あんまり発達してなくてですね、まあ、なんでかっていうとセンサーもアクチュエーターもなんか確立してるものがなくてですね、なんでまずあの工学的にセンサーとアクチュエーターって、まあ、人間からデータを取ったりとか、コンピューターから人間データを入れたりするっていう技術をまず開発してですね、で会社を立ち上げて、でまず研究開発者向けにデバイスを作って、で、まあ、ちょっと一般向けにもデバイスを作って、それであの基礎研究から、産業に持っていくっていう流れをまず作ったんですね。でそうするとやっと我々の研究チーム以外の人たちがあのその装置を使ってあの研究してくださって、あよかったって、研究分野がなんとかできたっていう状態になって、で、これ他の方の発表なんですけど、あのこの2010年ぐらいに私博士を11年に博士卒業したんですけど、その当時 の、 そのボディシェアリングとか人間拡張 の、 その関連するプロジェクトって言ったらもう論文数が1本だったんですね。ちなみにこの1本と1本は私の発表ですで、だから自分の発表しかなくて装置がないから、まあ、発表した時点で装置がないから、まあ、研究ないよねっていう
状態で、まあ、もしかしたら基礎研究とか、ね、医学系の研究で一歩もしかしたらあったらかもしれないんですけど、まあ、探せる限りの学会ではなくて、で、あ、ないねっていうことで、で2012年にちょっと忙しく会社立ち上げたんですよ。会社立ち上げて、で装置を売りましょうということで一部販売し始めて、回路図とかも公開して、でちょっとずつ関連研究が増えてきたんですね。まあ、ここら辺から私の論文じゃないやつもいっぱい含まれています。で2016年にやっと研究開発者向けの一般のアンリミテッドハンドっていうのは、あのちょっと、ね、価格帯も4万円以内で入るやつが、手に入るやつが売り始めて、やっと研究分野が2017年、にもう2020年の時点で論文が100本オーバーには確実になった。2017年の時点でもうあの論文はもう100本超えますねっていう時点で、もう今年去年はもう明らかに1000本を超えるなっていう、研究プロジェクト自体は多分 100から200の間ぐらいだと思うんですけど、まあ、論文数としては年間そのぐらい、もちろんね、私の名前入ってないですよ。使って、あ、装置使ってくれてるなぐらいしか知らないんですけど、とか、あの私のそのプログラムを使ってくれてるなぐらいしか知らないんですけど、いろんな研究分野で使われてよかったなっていう。で、徐々に徐々にやっと研究分野が大きくなってきました。で、じゃあ、もともと研究してた人たちは何してるのかって、またね、基礎研究と、あとサービスの部分、産業化のところを今頑張ってます。まあ、例えばこの見えない感覚を、固有感覚の中の一つ、見えない感覚、この人が何してるか全くわからないと思うんですけど、あの力をね、入れてるんですね。力の入れ具合っていうのをちゃんとキャリブレーションして、手のひら何の装置もつけてなくて、この人どのぐらい力入れてるかっていうのを計測できるようにしたりだとかして、それでこう体験を、ピアノを演奏する体験ってこんな体験ですよっていうのを共有したり、将来的には料理とかエクササイズとかいろんなところで使いましょうねっていうのをやってます。例えばこれを応用して、あの果実をどのぐらいの力で握るっていうのを指示を出して、スマートフォンで遠隔操作するっていうのをやってたりして、これいちご摘み体験です。でちょっと、まあ、どこにいても、まあ、ロボットを置いてたら遠隔地の人がいちごを摘んで楽しいねっていう、いちご自体はめちゃくちゃ美味しかったです。あの15分以内にすぐ練習なしに詰めた人は、ね、9割ぐらいですね。1割の人がまだ詰めてないです。バナナならね全員詰めるんですけど、いちごはねうまく詰むのがちょっと難しいってことで今まだ改良してます。でその他にも、5G を使って、あの名護市と那覇市、まあ、あと宮崎県もちょっと繋いでみて、あの火薬体験を、提供してみたりだとか、 5G ないと困るんですけどね。で、他にもなんかさらにちょっともうちょっと基礎研究のところに立ち返って、あの力の入れ具合と固有感覚分かったら、あの緊張具合とかまで分かるんじゃないかって調べてみたら、実は緊張度まで全部計測できることが分かったりして、また基礎研究に立ち戻ったりして、基礎研究、応用研究、産業化ってずっとぐるぐる繰り返すことによって産業を少しずつ大きくしようとしています。なので、まあ、物理的なサービスっていうのを、全部その、まあ、デバイス、まあ、センサーアクチュエーターで取って返して取って返してしてあげることによって、まあ、リモートワークとか今スポーツとかリハビリ医療、までもうほぼさかん、サービスインをしていて、リモート観光と農業はちょっとまだ実証実験段階です。遠隔教育もねまだまだ全然進んでないですねっていう感じで、今ねちょっとずつ研究分野が産業に導入されているっていう段階です。でその他にもちょっと単純にその産業化するっていうのだと社会的に需要がされないので、こうそういう新しい技術来ても怖いよみたいになっちゃったりするので、まあ、例えばボディシェアリングっていうこの技術を映画化していただいたりだとか、まあ、ファッション誌にボディシェアリングって、そういう未来ってどんなものですかっていうのを、まあ、主に女性誌に、まあ、私が女性誌にお願いしたいということで女性誌何社かに、あとワイヤードさんとかに、掲載していただいたりしていて、まあ、書店に行った時に実はその、あの科学誌だけが科学をやってるわけではなくて、まあ、映画であったりだとか女性誌とか最近はそういったところまで全部そのテクノロジーってもうちょっと未来のテクノロジーとか研究で入っているテクノロジーってどんなものがあるのだろうっていろんなジャンルの人たちが融合して考えるっていう風な、まあ、ルネッサンスみたいなことが起きてます。で歴史的にそのいろんなその人間の感覚を取得してデバイスで取得してで、通信で
ネット通信、あと無線通信、無線通信はラジオ、ネット通信はネットって書いてますけども、によって産業化していってるので、まあ、今後ね、固有感覚って感覚も共有して、今デバイス化まで進んで、無線通信までできてきたので、いろんな産業に発展していければなというふうに思っております。はい、これが私の自己紹介で、あと、すみません、書籍の紹介もちょっとしたいんですけれども、今紹介していいですか？パネルディスカッションで紹介したらいいですか？工藤さん。最後に紹介いただいても大丈夫ですか？はい、分かりました。もう本が好きで紹介したくてうずうずしてます。はい、じゃあこれで私の自己紹介は終わりです。ありがとうございました。はい、玉木さんありがとうございました。はい、気づけばですね、もう3時45分というところで、もうあっという間に1時間が経とうとしているところなんですけれども、はい、最後のこの後半はですね、このイノベーションとはというところで、今お二人からいろいろとお話伺ったんですけれども、そうですね、このお二人ともそのいろいろと活動されてきて、特に玉木さんも今も産業化に取り組まれていて、まあ、病院関係ですとか、あとはもう農業、遠隔農地っていうのがすごく私的にとても興味があったんですけど、遠隔農業、まあ、そういうのを社会にまあ還元していく、社会に変化をもたらすというところで、まあ、イノベーションを起こしているんじゃないかなと思うんですけど、そもそも2人にとってそのイノベーションっていうのはどういうことだと思いますか？すごく今大きな括りでご質問してるんですけど、近川さんからはい、じゃあ私の方から、まあ、私はあの日頃片やお客さんは研究者なんですね。でもう一方のお客さんは実はメーカーの方とかなんですね。だ両方のある意味そのお客さんを持ってるんですけど、特にその、研究者ですね、今の研究をしている方々とこう話しするときにイノベーションって言ってちょっとこう戸惑いを感じるのが、皆さんその例えばその発明とか発展をしたらそれはイノベーションだと思っている方がすごく多いんですけど、実はイノベーションってこれいわゆるその社会経済学の言葉なんですよね。つまりその技術そのものはイノベーションではなくて、あくまでもその技術によって世の中がこう変わった時にイノベーションが起きてるんですね。だからなんかこう発明したらすぐこうイノベーションだっていうふうに皆さん思って、意外とその研究者は思うんだけど、実はそこのその発明からですね、本当のイノベーションが起きるまでっていうのはものすごい大変で、長い道のりがあるんですよってことを、まあ今日多分これから玉木先生と一緒にお話をするんじゃないかなと思うんですね。なので特にその今研究をしている方にとって、実はイノベーションって世の中を変えてなんぼっていう話なのでってことを、それを忘れない。一つ端的な例があってですね、ノーベル賞ありますよね。あれノーベル賞、皆さんすごい発見をしたらノーベル賞をもらえると思っている方が多いと思うんですけど、実はそうじゃなくて、あれはノーベル賞を受けている方、すべてその社会を変えた方々がそのインパクトの大きさをこう称えてもらってるんですね。だからやっぱりそういうその本当に実用化が起きて社会が変わって初めてイノベーションって言えるんだっていうことをちょっと私一言付け加えて、まさに玉木先生が今やられているようなことですね。本当にこの社会をどうやってこう変えていこうか、この技術を使ってそこまでこう持っていって初めてイノベーションって言えるんだよっていう、そういうことを、ちょっと最初に定義したいと思って、はい、説明させていただきました。はい、玉木先生どう思います？ありがとうございます。私も石川先生のおっしゃる通りで、なんかこう発明したら結構イノベーションにつながるみたいなことをおっしゃる人結構いらっしゃるんですけど、単純に発明というよりはこうその技術的な、ま、切り口によってその、ま、ある意味産業革命みたいなところが起こってこそやっとイノベーションだと思うんですよね。まあ、それでなんかこう、まあそうですね、でもわかんない、お家帰った時に鍵が自動で開くみたいな、そのぐらいでもね、まあ、ある意味私はイノベーションだと思うんですけど、それを生活の中に取り込んで、じゃ文化まで変わってきたっていうところまで持っていけたら本当にかっこいいですよね。なかなかね、でもね、難しくて、研究者って一番初めになんか研究するときは3つなんだっけ、研究として3つの要素が含まれているかどうかってすごい頭から叩き込まれることがあるじゃないですか。新規性と
論文書くときにちゃんと誰でもできるように再現性、新規性があるか再現性があるか、最後に科学的かつ社会的に費用があるかどうかっていう、この3つを絶対にこう博士取るときになんかもうアホみたいにされるんです。叩き込まれるんですよ。ちゃんとその論文は、研究は新規性があるのか、他の研究と被ってないか、とか、その論文は、研究は発表したときにみんなが使えるようになるか、再現性があるか、その論文は次の科学につながるか、社会にちゃんと貢献するか、この3つですね、あるんですけど、じゃあそれは研究分野の人たちだけじゃなくて、実は私、ビジネスに入って思ったんですけど、ビジネスの人たちもみんなそれ考えてるんですね。このサービスは他のところよりもちょっと新しいかどうか、誰が使っても誰でも使えるようになるかどうか、それからみんなが幸せになるかどうか、社会的な寄与があるかどうかっていうのをみんな考えていて、すごい研究やってる人もビジネスやってる人も全然関係ないんだなって、つながることによってやっぱみんなでイノベーションを起こしていくって文化が日本ってか世界にあるんだなっていうふうに考えてしまいます。こんなこと考えてます。はい、ありがとうございます。やっぱりそのイノベーションってことは今すごくいろんなところで聞くようになったと思うんですけど、ちょっと言葉がこう一人歩きしてる部分があったんじゃないかなというふうに個人的にも思っていたので、やっぱりその社会にどのようなインパクトを与えるのか、みんながどのように幸せになれるのかって今玉木さんもおっしゃってましたけど、そういったところが叶えられるかどうかっていうところが関わってくるというところなんですかね。はい。で、このイノベーションとかもいろいろやってるんですけど、そのさっき最初に玉木さんがこう、ご紹介のところにあったように、この実験して発明して、それを、特許なりだったりだったりとかして、で、企業に渡していくというか、その社会に貢献していくっていうところまでのそのシステムが、日本だとあまりないっていうふうにおっしゃってましたよね。で、玉木さん自身はその今 H2L は東京でやられているということでよかったですかね。はい、はい、なかなかそういうなんか、ちょっとかっこいい人が言うとそのエコシステムって言ったりするんですけど、大学の周りのエコシステムっていうのを深圳とか、あと台湾とかシンガポール、それからサンフランシスコですごくうまく回ってるんですけど、カナダの一部のトロントとかでもすごいうまく回っているんですが、日本でじゃあ回ってるところってあるのかってさ、20年前ぐらい全然なくて結構問題になって、今東京都がそういうエコシステムちょっとできてきたね、ここ10年ぐらいでって言われる。ただ一大学機関の周りじゃなくて、もう本当に東京都っていうでかい枠組みでやっとできたねっていう感じなんですね。じゃあやっとって感じなんですね、はい、東京やっとって感じで、それでなんかここ10年ぐらい一気にこうテクノロジー系スタートアップっていうのが東京都でバーッと出てきたっていう。今でも非常に面白いお話だと思うんですけど、なんでかっていうと、玉木先生が今東京にしかやっぱりそういったエコシステムがないという話があった、それをもう少しこう詳しく説明するとですね、あれですよね、だって玉木先生はもう実際には沖縄にも拠点がある、でどちらにいてもいいわけですよ。で、今この時期、特にコロナの時期なので、もうやろうと思えばいくらでもズームでミーティングができる。だけどやっぱり東京にいることの価値ってすごく今感じてるわけですよね。つまりそのウェブだけでの交流ではやはりやりきれない情報の共有の仕方っていうのが実はイノベーションには必要なんだっていう、実はすごく面白いポイントをね、今お話しされてると思うんですね。そういうなんていうんですかね、コワーキングっていうか、そういう人と人とが実際に面と向かって時間を共有して、必要以外の時でもこうなんかこうよ雑談ができる、やっぱりそういう環境ですね。そういうものの必要性っていうのが特にイノベーションを起こす時には必要なんですね。その辺ちょっと玉木先生、どのようにこう感じてらっしゃいますか？なんかこう気軽に雑談していて、例えばなんですが、 VC にちょっと会いに行くみたいな、こう近所のおばさんに会いに行くぐらいの勢いでその VC に会いに行けるっていう、そういう期間がね、なかなか地方とか関係なく本当に東京の一部でしかないんですよね。23区の一部とかしかなくて、で
別にその東京のどこに住みたいっていうのは私はないんですけど、別に東京嫌いとかいうわけじゃなくて、会社のオフィスも実は結構東京都のうちのその人がいないところにまず初めオフィスを置いてたんですよ。会社立ち上げた全然人がいないところにいて、まあ、どのぐらい人がいないかっていうと、まあやんばるみたいな感じのところ東京都でそう本当に昼間とか歩いても全然人歩いてないみたいな、車も通ってないみたいな、今ちょっと多くなってるんですよ、湾岸って呼ばれる、フジテレビよりもっともうなんか発展する前の茶壇町みたいな、そんなところにオフィスを置いてたんですよ。でもそれでいいと思ってたんですけど、やっぱりねちょっと気軽にちょっと VC に話し、ベンチャーキャピタル投資家の方々に話しに行ったりだとか、ちょっと気軽にこう一緒にビジネス始めないみたいな関連企業に話しに行くってなった時に、遠いねっていう話になりまして、遠いっても別に沖縄ほど遠くはないんですけど、車で行くと30分ぐらいの距離で、電車で行くと1時間ぐらいの距離に大体お取引先があるんですよ。でお取引先どこにあるかっていうと赤坂と六本木にあるんです。大体もうだから仕方ないかも、これ2年ぐらい我慢したんですよ。いやちょっと赤坂と六本木はちょっとみたいな感じでちょっとそんなウェイウェイしてる人がいるのはちょっとって思ったんでね、引っ越しました。 それってでもね、多分世界的な実は常識ですね。一番皆さんよくご存知なのはシリコンバレーでしょ。シリコンバレーにその VC がこうバーッと並んでるストリートがありますよね。で、あのストリートで実際にインタビューすると95% の投資先は、その VC から20分以内なんですね。つまりそのくらいの距離でしか実は本当のその、なんていうのかな、情報共有、イノベーションに関するいろんなものって行われてないんです。だからそういうそのやっぱり集積っていうのが実はすごく大事なんだっていうイノベーションに関してなんですよね。やっぱり会っていつでもこう話ができる、必要用がないのに話ができる、用があっても話ができる、そういう環境ってすごく大事なんで、でやっぱりそうなんですね。我々が目指そうとしているのはだからそういうやっぱりエコシステムをなんとか沖縄にちっちゃくても少しずつ作っていきたいなっていうのがあってですね。はい、もう東京はもう全然あれなんですけど、ちっちゃくても特徴のあるそういうエコシステムをどうやったら沖縄にできるのかっていうことを苦心してます、ね。なんか沖縄でそれができたらもう今沖縄にその発芽してない発明自体はたくさんあるので一気に花開きますよね。特にオイストさんのところはその基礎から応用までがっつり流れるようにやっていらっしゃるので、あともう VC ですよね。そうですね。で、今だからVC さんとは積極的にネットワークを作ってるんですけど、まあ、エコシステムの中には VC 以外にもいろいろ専門家の方々が必要ですよね。それこそ特許関連の方とか、それこそ経理とか、もういろいろいるわけで、やっぱりそういったもシステムやっぱり作っていかないといけないので、あれですね、本当にやっぱりそういう東京のハブを体験されている方にはいろいろお手伝いいただきたいなと思ってますし、ぜひですねオイストのコミュニティの中にも入ってきていただきたいと思ってますので。はい、ありがとうございます。時間がもうすぐ16時に近づいてきてしまって、ちょっと延長予感なんですけれども、ちょっと玉木さんに私からお伺いさせていただきたいんですけれども、沖縄出身でいらして、で、琉球大学卒業されて、その後東京大学行かれて、で、SL 活動されて、で、今はまたいろんな経歴を終わって、今また琉球大学に戻られてますよね。教授として女性で初めて理工学部で、教授になられてるんですけれども、その今東京にも沖縄にも拠点をお持ちですけれど、この沖縄に関して、沖縄にこれからこう、こんなことをしていきたいとか、そういう思いとかもしあれば、ぜひ共有いただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね。第一に沖縄に戻ってきた理由は、結構その、ちょっとその、体調崩したときにだいぶお世話になったので、何か恩返し ではないんですけれども、私にちょっとできるかわからないんです。恩返ししたいっていうのと、
ですね、女性、沖縄の特に女子学生に関して、私についてはその女子学生について、なんかこう、私がまだその女子学生だった時に、いろいろ迷うこともたくさんありまして、で、まあ、どういうキャリア設計をしていったらいいかとか、その、まあ、研究者になるにしても、その就職ビジネスマンになるにしても、もしかしたら投資家になるにしても資産家になるにしても迷うところがいろいろあったっていうのがすごくあって、でそこをその教員として何か一緒にサポートしたり読んでいければなと思って、でかつそのもう一個ありまして、昔は結構その住む場所っていうのに縛られてたんですけど、徐々にそういう場所にも縛られなくなってきていると。でまだね、やっぱり近い距離じゃないといけないとかそういうのもまだまだあるんですけれども、遠隔地でもそのボディシェアリングとかしていろいろできるんじゃないかっていうのを一番生活によって示せたらなっていうふうに思ってます。なるほど、なるほどですね。ありがとうございます。確かにもうまあ、コロナ禍とかにもなってこう在宅ワークも増えたりとかする会社さんも増えたと思うんで、こう外に東京以外のところに住んだりっていうのも、私もその、まあ、その一組というかそういうきっかけでも沖縄に移住したっていうのもあるんですけど、はい、いろんな可能性がこれからも含まれてるかなと思いました。でさっき市川さんのおっしゃってたように、まあ、シリコンバレーの例を出されたように、やはりその VC が集まっているところに、まあ、いろんな人たちが集まってくるっていうのを、まあ、ぜひこの沖縄で、やるためにっていうのもあって、お人を頑張っていますというお話させていただいたんですけれども、今視聴者さんまだいらっしゃると思うんですが、もしこういう点で質問があったりですとか、そんなことできるのって皆さん思ってるかもしれませんね。なんですけれども、それを実際に目指しているというところで、で、玉木さんのように沖縄出身の方で、まあ、いろんなところに出られて、外の、まあ、沖縄以外のところでまず活躍されて、またこちらに戻ってきてっていうこともっていう方がいらっしゃるってだけでも、すごく強みといいますかっていうふうに感じたりしている次第なんですけれども、はい、もうお時間がですね来てしまっているので、質問がもし皆さんの方からないようでしたら、最後にですね、いらっしゃいましたね、ちょっとお待ちください。はい、質問ありがとうございます。読みますね。さまざまな実績を持つ OIST において2050年カーボンニュートラルを目指した研究開発の取り組みを紹介いただけないでしょうか。はい、塚さんいかがですか。そうですね、カーボンニュートラル、いろんな切り口があると思うんですけど、あれですね、まあ例えばソーラーパネルであるとかですね、今お人はいわゆる有機ソーラーパネルといったそのシリコンを利用しない次世代型のソーラーパネルを開発してますので、まあ、それはもう非常に直接的なカーボンニュートラルの話ですが、まあ、それ以外にも場合によったらば、あれですかね、そうですね、バッテリー技術もありますね。さまざまな、まあ、いわゆるマテリアルなんですかね、そういうその物理系のやっぱり、素養技術っていうのが今、いくつか出てきてますので、まあ、その辺の売り込みもやっております。いわゆるリニューアルエナジーですね、その辺の技術が4つくらいありますかね。例えば、新宅先生 の、 波力発電であるとか、そういうものもあったりとか、はい、いくつかありますが、まあ、やっぱり先生の数がまだ少ないので、まあ、少しずつ先生も増やしていきながら、そのいろんな切り口で、そういった貢献ができたらなというようなところでしょうか。はい、ありがとうございます。以上のようでした。はい、もう一ついただきましたね。ウェブ上のエコシステムについてどのようにお考えでしょうか。いかがでしょう。ウェブ上のエコシステムっていうのはどういうエコシステムでしょうか。ウェブ上のエコシステム、逆に質問しちゃいます、すいません。ウェブ上のエコシステムって何でしょうかね。もしかしたらFacebook とか LinkedIn の中であるその
コミュニティができていて、でその中でその、ま、もう結構決まったコミュニティ上で VC さんのこう、まあ、サークルみたいなもんですかね、とかメンバーシップ会員の中でこうぐるぐる回っているネット上だけで、なるほど、しかもこれ結構自然発生的に、作為的というよりは自然発生的に今発生していて、まあ、Facebook が作為的にやってるかどうかって言ったら多分やってないんですけど、そういうその何ですかね、私もなんか謎のエコシステムにウェブ上でいるんですよね。なんかあれもうちょっとそのアーティフィシャル、まあ、人工的に作れたらいいですよね、沖縄のコミュニティ上でも。モアイみたいな感じなのがあのウェブ上でできてるんですよね。謎ですね。確かに確かにそうですね。できてますね、気づけば。気づけばね、ネットのモアイがありますよね。確かに。あ、またご質問いただきましたね。大丈夫ですかね。はい、いきます。玉木さんにご質問です、メタバースで世界は変わると思いますか？その際ボディシェアリングも可能でしょうか？素人、あ、次か、次か、はい、いや、なんかありがとうございます。ボディ、そうですね、メタバース、まあ正直言うとバーチャルよりもっとすごいのがメタバースっていうふうに言っていて、そのメタバースのメタっていうのは超越するって意味なんですけど、超越した何かっていう。で、そのメタバースにアクセスするのにボディシェアリングはまあ必須になる技術だと思っています。で、メタバースでその世界が変わるのか、バーチャルでそんなに超越しなくてもいいみたいな感じで世界が変わるのか、あの他にもデジタルツインっていう現実世界を丸々コピーした世界で世界が変わるのか、まだ何とも言えないっていうところなんですけど、ただメタバース自体は、まあ、Facebook 最近メタ社っていうふうにもうメタバースに全力かけることってことで、うん、Facebook 社がメタ社に名前変わりましたけど、まあ、そのぐらい大きな企業がその企業名改変するぐらい力入れるぞっていうふうに言ってるので、おそらくもうあのメタバースで世界は変わって、もう変わり始めていると思います。まあ、Facebook 使ってる人結構いると思うんですけど、Facebook のシステム自体が今の文字とか、画像形式からバーチャルリアリティみたいな世界に変わってくるので、もう変わる転換期っていうのは来てますね。で、ボディシェアリングももちろん、接続していくと思います。楽しみですね。そうですね。Facebook が社名変えてすごい一大事な感じになって、これからだなというふうに感じたところですよね。はい。ありがとうございます。あ、でもうこの今いただいた質問で終わりにしたいと思うんですけれども、玉木さんへ、感覚を共有するという発想はいつ頃あったのでしょうか。またその発想を形にしようと思った原動力は何でしたか。ということですか。はい。感覚を共有、いつ頃からあったのでしょうか。そうですね。あの引きこもりなんで、あの高校生ぐらいからね、ありましたね。高校生ぐらいから部屋の中に引きこもって、なんか外の感覚得られないかなと思って、そういうふうに思っていて、なんでそういうのを作ろうと思ったかっていうと、原動力は売ってなかったからです。売ってなかったから買おうとしたら、売ってない、じゃあなんか研究あるかなと、研究もないと仕方ないって。研究もビジネスをやらないとねっていうふうになりました。もし売ってたらやってなかったです、私は。いや、すごいですよね。やっぱりこのないからやるしかないっていうふうに転換してやられて、本当にやれるのがすごい素晴らしいなと思います。なかなか全員がそれをできるというわけではないと思うんですけどね。でもいいと思うんですね。1000万ぐらいで買えるんだったら、じゃあひたすらお金持ちになろうってお金儲けのこと考えてたと思います。ああ、なるほど。もう花からないからゼロがあらですもんね。でもなんか皆さんも多少ないってことあると思うんで、ないものはね作れるといいですよね。いや、素晴らしい。本当にこの今回トークのテーマタイトルで、まあ、好奇心からイノベーションというタイトルにさせていただいてるんですけど、やっぱりこれどうしてこれどうやったらできるんだろうとか、これどうなってるんだろうとかっていう思うところから、やっぱりいろんなところが発信していく、発明につながって、でも最終的にそういったイノベーションになれる人っていうのは、まあすごいもう限りある方たちだけだとは思うんですけれども、まあそういった原動力とかをお持ちで、で発信していく人たちをぜひ沖縄からということを気持ちを込めて、まあ今回このトークをお送りさせていただいた次第です。はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ最後にですね、はい、先生からせっかく、はい、純駆動書店さんとのコラボ企画なので、それぞれよりあのおすすめの本をご紹介いただきたいと思います。じゃあ市川さんお願いします。はい、ですね、私のおすすめはこういう本ですね。年収は住むところで決まる雇用とイノベーションの都市経済学っていう本があってですね、これあの、まあ翻訳本なんですけど、これ読むとどういうことが分かるかというとですね、例えば20年後沖縄にイノベーションハブができます。それは沖縄の人にとってどういうメリットがありますか、その答えがここに書かれてるんですね。で、答え先に言っちゃいます。ですね、年収が上がります。で、これはそのイノベーションに関係している人の話ではないです。もう全然関係のない普通の、例えばもう清掃員の方、あるいはもう床屋さんの方、観光業の方、そういう一般 の、 あのイノベーションとは関係ない方の年収が上がります。それをあの非常にあの細かく書かれています。で、やっぱりそういった形で広くこうあのイノベーションのインパクトっていうのはその地域限定的にこう影響していくっていう、そういうすごくあの新しい性質があるんですね。それがよくここであの紹介されているので、ぜひ読んでいただきたいと思います。これどこだっけな、プレジデント社ですね、はい、これくらい私からのおすすめです。はい、ありがとうございます。では続いて玉木さんのおすすめの本を紹介ください。お願いします。はい、私あの一冊って聞いてたんですけど3冊って持ってきました。一冊はあの2つの分野が、融合すると面白いことが起きてイノベーションにつながるよっていうので、建築学と情報工学、まあ、主に情報工学が融合したときにどういうことが起きるよみたいなのが書いてある建築情報学へっていう、そういう本があります。で、これなんか建築の人と情報の人たちがいろいろ語っているっていうね、オーニバス形式の本なので、ちょっとねあの箸休め的に読むのにすごいおすすめなんで、まず1冊目これです。で、2冊目があのいろんな視点を身につけるときにすごいいい、なんかこう将来イノベーション自分を起こしたいわっていうときとか、あと今なんかいろいろビジネスやってるんだけどちょっとあの凝り固まってるなっていうときにおすすめなのが、ビジネスリーダーのための労使っていうすごい面白い、これねあのこのこれ紀元前、まあ、600年から400年ぐらいの老子のお話なんですけど、この時からなんか無形資産ってすごい大切ですよみたいな話をしてるんですよ、とかいろんな話が、ね、含まれているんで、紀元前400年から600年だいぶ前の話なんですけど、でもあの書いている老子が書いている本はその今の我々が持っている視点でもその重要な視点が100年とか何百年そのレベルであのいろんな視点持てるようなものがまとめられているのでとっても面白いです。で、もう一冊最後ですよ。ちょっといろんな視点っていうところでこれねめちゃくちゃ売れてる本なんだけど、もう科学とは全然関係ないっていう、私が見た未来ってスーパーオカルトもんですめちゃくちゃ面白いですこれで書店で多分ねあの今あの書店員さんね足並みめちゃくちゃ売れてますって思ってると思うんですけどで、ね、これもねめちゃくちゃおすすめです。これ、ね、全然科学技術ずっとやってる研究者の方もいらっしゃると思うんで、あのちょっとね頭があの科学技術イノベーションとかになってる時にこういうの見ると全然関係ない夢の話書いてるこの人みたいな感じで少し、ね、頭柔らかくなるんで、こういう本もねたまに読むとあの頭柔らかくなって楽しいです。 SF に近いですでも、ね、当たってるらしいんで楽しいですよっていうところさ、はい、あまとめてくださってる、すいません。もう一冊あの老子のタイトル何でしたっけ、2冊目にご紹介いただいたの、 ありがとうございます。老子講義ですね、とうきですね。はい。ありがとうございます。たくさん本いただいて、もうこの後すぐ純駆動書店に走って買いに行かれていただいた方がいいかと思います。もうなくなっちゃった。はい。ではですね、ありがとうございました。あの、時間が少しちょっと押してしまって申し訳ありませんでしたが、これで今回のサイエンストークについては、これにて、終了させていただきたいと思います。まあ、ちょっと難しい話というふうな括りではありましたけれども、長い間お付き合いいただきありがとうございました。
今後もですね、玉木さんの活躍と、まあ、オイストの活動を、ぜひですね、チェックしていただければありがたく思います。はい。で、最後に、皆さんにもしよろしければですね、今回の、まあ、サイエンストークシリーズものなんですけれども、今後の、テーマにもありますように、今後のテーマといいますか、今後のためにもですね、アンケートの方にご協力いただけますとありがたいです。今、お送りしましたリンクからアンケート入れますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ブルーシャンペーン。ご覧になっていただいてる。はい。春からも SF もぜひということで、私もいいと思います。ああ、はい。ありがとうございます。ということでした。チャットの方にブルーシャンペーンもおすすめです。SF もいいですよね。SF もいいですよね。はい。ありがとうございます。はい。では、サイエンストーク、あと来月、再来月と続いてまいりますので、ぜひですね、ちょっと共有します。ぜひ、またこちらもご参加いただければと思います。2月26日の、同じ時間3時から4時と、3月26日3時から4時で、それぞれ SDGs のお話と、あとは沖縄出身の、オイストの学生とオイストの卒業生の方をお呼びして、お話しする会が2回あとありますので、ぜひこちらも合わせてご参加をお願いいたします。ちょっとオンラインになるかどうかというところはまだ難しいんですけれども、またホームページ等で告知させていただきますので、ぜひご参加ください。はい、以上になります。では本日はどうもありがとうございました。ご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんさようなら。体調に気をつけてください。皆さん暖かく過ごされてください。暖かくしてください。沖縄も寒いですね。ね。では切ります。失礼いたします。はい、失礼します。